ピアノと一緒にね、しっかり音確認しながら合わせていきますので、一緒に私とハモれるような実践もついてますので、皆さんこんにちは、ヒロエムです。今日は一緒にハモろうということで、 HY の AM11 時を歌い方解説と、そして一緒にハモろう実践編ということでお届けしていきたいと思います。いや、この AM11 時、私ね、すっごく大好きな歌で、本当にね、青春の私にとって曲なんですけども、この曲をぜひこうハモリパートもね、歌ったことがない方とか、もっともっとちゃんとハモリを練習したいっていう方に向けて、この動画でぜひ練習していただいて、そして最後はね、一緒に私とハモれるような、そんな実践もついてますので、ぜひ最後まで見ていってください。で、この曲って2003年のね、4月に発売されたアルバムの中にあった曲だった曲らしいんですけど、皆さんバンド名のね、HY って由来ってご存知ですか？私ちょっと知らなかったんですけど、実は生まれ育った沖縄の東やけなという場所の頭文字を取って HY っていう風に名付けたらしいんですね。なんか HY さんの曲ってね、全体にこう沖縄感があって、私もすごく大好きなんですけど、まあそんなこの AM11 時を解説していきたいと思います。今回はそのハモリパートだけの解説になりますので、皆さんこれでぜひハモリをね、習得してカラオケでたくさん歌ってみてください。ではまず最初の1番をね、解説していきたいんですけども、ボーカルのヒーデさんの部分をね、ちょっと私、まあ女性なんですが、頑張って男性パートを歌ってみますので、でハモリの部分に来ましたら、ちょっと解説を入れたいと思います。目を覚ましてよ、君の声が僕を包み、イエーイ。で、ここなんですけど、女性パート、まあ、ハモリパートに関しては、皆さん、ここもね、ハモってほしいんですよ、ぜひ。イエーイ。いいですか、皆さん。イエーイ。ピアノで弾くと、こうなります。イエーイ。イエーイ。僕を包み、イエーイ。いいですか？ではその次。窓を開けて、そよ風が君の髪をなびく。部屋から出る僕の腕を掴みながら、君は、ここ、先ほどと一緒です。君は、ハモリパート。君は、いいですか？掴みながら、君は、こんな感じで、イエーイ、君は、ここの2箇所まずね、サビに行く前までのところではハモってみてください。で、その後はね、そのままヒデさんが歌ってるパートなんですけども、ここは特にハモリがなしで、そのままサビのところをハモリまで行きます。この世界が闇に、染まる前に、この思いを。ここからハモリ入りますよ。まず歌ってみます。だからお願い、僕のそばにいてくれないか、君が好きだから。ここね、結構難しいですよね。ピアノと一緒にね、しっかり音確認しながら合わせていきますので、皆さんも一緒についてきてください。じゃあゆっくりね、弾きながら歌いますので、皆さんもね、一緒に歌いましょう。せーの。どうですか？マスターできましたかね？そしてその後ですね、その後はヒーデさんが一人で歌ってるところになるので、ここはハモリないです。この思いが君に届くように。で、その後、最後ね、バシッと決めてくださいね、ハモリで。まず歌ってみますよ。願いが叶いますように。こうなります。願いが叶いますように。いいですか？ではゆっくりね、ピアノに合わせていきますよ。せーの。願いが叶いますように。
めっちゃいい感じ。ハモリ習得できましたか？まあその1回でなかなか覚えきれないって方は、もちろん何回もね繰り返して覚えてみていただけるといいかなと思います。では皆さん、私と一緒にハモりましょう。行ってみよう。はい、皆さんお疲れ様でした。どうでしたかね。うまくハモれたっていう方、もしくはなかなかちょっとハモれなかった、つられちゃったっていう方もいるかもしれませんが、これを何回もね繰り返し見て繰り返し練習すると、誰かが歌ってるのにつられなくなりますし、そしてカラオケでね、この AM11時って大体いろんな方が知ってるので、結構ねハモれると盛り上がるんじゃないかなと思いますので、マスターしてみてください。それでは今日の動画もご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは歌が上達するための様々なテクニックをご紹介しています。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほなねー。